自分の場所へ戻れたんだね。しかし今度はそれぞれ色の違う3つの玉がやってきたな。この玉も何か言っているのかな。では呼びかけてみるとしよう。これらの玉は今までのものよりも強い意志を払っている。この三色の玉を作成した者の石らしい。これらの玉が収まるべき場所は霊峰アブソーク。そして開かれた道の奥に何かが隠されているようだ。深くは語ってくれぬが、これらの玉が訴えるその場には何か畏敬の念のようなものを感じる。ダメよ、そんな大事な話をリーダーに内緒にしちゃう。私がいるってことは、ここは教会も同然。許してあげるから、今のことをすべて洗いざらい懺悔なさい。あなたは私、リーダーに隠し事をしようとしているよね。さあ、白状して。でもまあ、なんとなく話は聞いてたんだけど、もちろん行くよね。霊峰アブソールよ。その3つの玉を収めに行くって依頼、私が出すから受けてちょうだいね。説明をするね。あなたが持つ3つの玉を霊峰アブソールに納めに行ってちょうだい。で、その後が最重要任務よ。ニアタが言う霊の場所まで進んだら、そこに何があるのかを確認してきてちょうだい。
確認だけでいいの？それなりにギルドにとって有益なものだったら持ってきてくれてもいいかな。それじゃあ同行はイヤハートでいいのね。はい。じゃあいい報告待ってるね。いってらっしゃい。行けばいいんだろう。ここからか。そうだな。あなたはわかるんだね。じゃあ道案内はあなたにお願いするよ。消えた。彼らの役目も終わったのか。この先に何かが隠されているんだね。うん、じゃあそこまで行ってみよう。この世界もちょっと見て回ったけど、私の世界と似てるところもあるし、似てないところもあるな。風景とか街並みとか、そんなにグラニデと変わらないよ。科学技術やホスチアがあるところなんかは違うのかな。
でもアドリビトムもメンバーのみんなもいるし、そこが一番似ているのかな。不思議だな、こんなに似ている世界がまだいっぱいあって、違う世界の自分に会えたりするのが。そうだ、今度あなたもグラニデに遊びに来てよ。うん、ニアタに頼めば連れて行ってもらえるはずだから。じゃあ約束、絶対だよ、グラニデのアドリビトムに遊びに来てね。
私。アイムセンガー総発入れてファーストエイドヘイヘイヤッハッハッハエンローダンヘイハッハッ助けになりたいの。完璧だな。